っと待って、これ追い詰められたんじゃないか。あ、ああ、びっくりした。どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画カラスの爪第189弾はこちらのゲームアウトスタンドやっていきたいと思います。もうこのロゴの感じ、そしてこの緑のいかにも暗視システムで見たような感じどう考えてもアウトラストを意識してるこちらのフリーホラーゲーム、早速やっていきたいと思います。スタート。おー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 、 Okay, I am hereI will prove that all めちゃめちゃ意識してるな。あ、動かせるのか。ちょっと重たい感じだけど。あ、来たのかな。ローディング終わったっぽいですね。さあ、ということでやっていきましょう。何ここ。なんか一応概要欄を読んだ感じでは森の奥にある施設に来たみたいな感じみたいなんですけども、やっぱりアウトラスト感の強いこのレックさあやっていきましょう。いや、めちゃめちゃフリーホラーゲームだな。この屋根を途中で作るの諦めちゃったかのような感じとか、このとりあえず置いた感のあるオブジェクトこういうの嫌いじゃないよ。やっていきましょう。ここのドアの中に入ればいいのかな。E ボタンでオープン。 OK。 あー、でもなんか精神病院なのかな。なんかウォーキングデッドシリーズに出てくる博士みたいなキャラクターいたじゃないですか。あの人のブツブツ喋り方に似てるんだよな、主人公がこっちはオープン。あ、結構広そうだな。目的は何なんだろうね。ここからの脱出か何かなのか、調べることがあるのでしょうか。結構ドアが開放されてますね開けてくんの、開けてくんの、待って追ってくんのかな。あれ絶対当たったらアウトのやつだよね。怖っ。あ、なんかもしかしてこの迷路みたいな空間で奴から逃げつつ何かをしなくちゃいけないのか。でもドアあいつ開けてきやがったな。この冷蔵庫何かできるのだろうか。できないのよね大概できない。謎の明かりがついてたりするし。ここは？あ、ロックかかってる。ちょっと待って、これ追い詰められたんじゃないか。あ、うわぁ！くそ！死んだ。アウトラストなら隠れることができるわけですけども、このゲーム隠れられない可能性が高いよね。左側ちなみにロックかかってたと。じゃあやっぱ鍵が必要なんだな。さっきのとこ行くと追い詰められちゃうわけだよね。でこの奥に進むともうやつのいるテリトリーになるわけだよな。追いつかれたらアウトだよな。やつはどっ待って、早くない？早くない？来るの？閉めてみるよ。で、一回外出てみる？ここまで来れば大丈夫？マジで？ちょ待って、結構ガバガバなフリーゲームだったらこっちまで追ってくる可能性もあるんだよな。さすがにそこは開けてこないか。シフトでダッシュしながら、強制的に進むぐらいじゃないと無理かもしれない。行き止まりに行ったらもう即終了かもしれないですね。歩いててもこれだもんな。なんかステルスとかっていう概念がなさそう。そういうのがない世界。多分やつの視界に入ったらすぐ追ってくるんだろうな。いるよな多分。左側行ったと思うんでこっち行こう。よしずっとうろうろしてんだろうね、いろんなところをね。こっち側奥行ってみようか。うわ、一通じゃねえかよ。無理だよ。ここは開かないのね。しかも開かないの。こちら来たらアウトだね。このピアノは謎解きとかないね。この部屋に入ってくる可能性が大いにあるんだよな。でも負ける場所もここしかないな。ぐるっと回るしかない。足音してんだよな。いるんだよあいつ。大丈夫か。一通なんだよな避けらんねえよあんな。大丈夫か。行くしかないな。行こう戻ります。でもとりあえずこれで右のルートは外れだったってことが分かりましたね。それが分かれば収穫だわ。うわ。こっちで行ける？はい。ぐるっと回って、よし。伊達にフリーゲームいっぱいやってないよ。で、じゃあこの真ん中のルートなんじゃない？正解は。こっちにおそらく鍵があるはず。スタミナの概念はないのかな？ずっと走れるっぽいっすね。それは唯一の救いかもしれない。
うわ、これまた迷路なの？ここ開かないだろうね。ここは？開かないだろうね。ここは？開かないの？じゃあもうすぐに戻って右側。行くぞ。でも正解のルート、だんだん導けてる感じはある。あ、これ、鍵か。取った。ここは？ただ、医療品が置いてあるだけか。左側で足音してるね。よしよしよ、チャンス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 だよ。あのスメアゴールみたいのから逃げていこう。完全にロードオブザリングで、これで、ロックがかかってた場所は2箇所、こっちの奥と、一番最初のエリアのところだね。もう基本的に一通みたいなんで、ロックかかってた場所を進めるように願うしかできない。私にはここ、あいた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 、よしよし、おおおお、閉めたいね。これ閉めよう。これだ。うわぁ、結構グロテスク。で、こっち側にやつが来てるのかどうか。よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫。さあ、この鍵を持って一番最初のエリアまで戻りたいですね。さあ行くぞ。さあ、やつは右側で足音してる感じが。あー、シンプルに死亡。すごいすごい、音声が二重になってるよ、早く行き過ぎると。さあ、ということで、運ゲーですね、このゲーム。おそらく運ゲーですね。巻くという概念がほぼないので、右側に行っていなければ OK。 よしよしよし。あ、一応ランダム配置じゃないのが唯一の救いです。この戻る途中で来たらアウトなんだが、やつの足音が右からしてるので非常に怖い。いたらアウトだよ。来たね、来たね。こっち行くしかないわ。どっかの部屋で巻く。あ、ここでさっき巻けたとこか。あ、全然追ってきてないじゃん。よしよしよし、じゃあ戻ろう。で、右側に行きたい。行くぞ、運ゲー運ゲー運ゲー、行くぞ。よし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 、運で勝っていく。全ては運で、こっちの奥。よしよしよし、いいぞ。で、扉を開けたら鍵があったんだよな、さっきな。死体と一緒に鍵があったんで、これを持って一番最初のところまで戻ればいいんじゃないかなって気がするんですけど、もうこれもそっこ行こう。で、一応やつが来る可能性も考えてこっち側から見ていく。よし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 、いけるいける、俺はまだいけるぞ。ここ慎重に行った方がいいか。大丈夫だな。よし、もう最速ダッシュダッシュ、ひたすらダッシュ。ここで勝ち合ったらアウトだよ。ジャンプはある、ジャンプ。左から来てた、左から来てた、左から来てた。待って、閉めたい。あ、そんなトリッキーなことしない方がいいかもしれない、このゲーム。よし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 。なんかある、なんかある。これセーブできないの、なんかそういうのないの。これ何、何何が置かれてるの、このメッセージ性の強いアイテムは。あ、鍵があるんだ。鍵だ、これだわ。この鍵を持って、あー、真ん中奥の左か、なんか木の扉みたいなもう一個あったよな、そこだな多分。鍵だわ、結局まだ鍵だわ。よし行くぞ。いやー、マジかー。さあ、3つ鍵手に入れるとこまでやってきましたね。結構最速プレイでいけばなんかやり方分かってきたぞ。で、あいつがどこにいるかだよな。真ん中にいたらやばいんだけど。よしよしよし、結局運ゲーだからな、もう行くしかないわ。この奥にいたらやばいんだけど、足音は左側でしてる気がするな。やばいか。よし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 、いけんじゃないか。多分ここの鍵だと思うんだよな。開けられる？開いたね。あ、なんだ。来てるじゃねえかよ。閉めます。 OK って言ったけど何？ OK らしいよ。 OK らしいよ。危な、閉めたからいけたか。これなんだ、ただ鍵っぽいものとか何もないよな。戻るか、戻るしかないよな。戻ります、行きます。よし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 、とりあえず出口目指すか。一回方向としてはね、そっちぐらいしか行くとこないと思うんだよな。左側で落としてんな、これやばいな。鉢合うかもしれない。一回外出ます。あ、やばい、これ真後ろつけられてる気がする。一回完全に外まで出よう。あ、来た、クリア、エスケープ。じゃあ何のために来たの、あれをどうしても映したかったのかな。
ということで、今回はアウトラストに影響されたホラーゲームやってきました。またよかったら別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。